こんにちは。さあ3月に入り、区内では就職活動をする学生の姿を見かけるようになりました。就職活動ではたくさんの企業や人に出会えますから、ぜひ一期一会を大切に臨んでくださいね。皆さんの頑張りも応援しています。では今日最初の話題です。区内で活動するさまざまな生涯学習サークルが日頃の成果の発表展示を行う平成28年文教アカデミー生涯学習フェアが3月3日4日の2日間にわたって開催されました。シビックセンター1階のギャラリーシビックアートサロンでは芸術・文化系サークルの展示が行われていました。会場には絵画や書道、俳句、いけばなのほか、手作り絵本や人形、編み物衣類などの手工芸を含め、さまざまな作品が並びました。展示のほかにも各団体の活動紹介や区内大学の生涯学習講座の案内なども行われていました。横から大きく深呼吸。シビックホール小ホールではフラダンスなどの踊りや歌、演奏のほかに運動系サークルの発表も行われていました。こちらはアカデミー文教内にあるアトリエ。2日間にわたっていくつもの体験コーナーが開かれ、参加者たちは思い思いの作品作りを楽しんでいました。仏画なんかの輪郭を思い出してもらえると分かるんだけど、日頃の成果を発表されていた方たちの生き生きとした姿も印象的でしたが、フェアに来場された方には地域での学びの場を知ることや新しい趣味の発見にも役立つ良い機会になったのではないでしょうか。では次の話題です。森外記念館では今コレクション展1915-16 100年前の外とその時代が開かれています。今から100年前にあたる1915年16年頃、大正 4,5 年頃は外にとって大きな転換期の一つであったといえます。35年勤めた陸軍からの退官に加えて、外の人生に大きな影響を及ぼしていた母峰子の死ですとか、あと山椒太夫や高瀬舟などのいわゆる歴史小説から渋江仲裁などの詩伝へと執筆を移行していく時期でもあり、さらに夏目漱石や上田敏など近しい文人たちの別れもあった時期でした。外は大正4年11月22日に当時の上官にあたります大島健一陸軍次官に退官の意を初めて公式に伝えます。当館には大正4年の自筆の日記が残っておりまして、展示室でその11月22日の日の日記を象徴的に展示しております。また外の退官に伴う
新聞記事ですとか新聞連載された詩伝もしくは外にまつわる新聞記事を中心に展示室内で当時の新聞紙面を展示しております。これらを一緒に見ることで外がどういった時代に生きていたのかどういった作品をこの時代に書いていたんだというようなことを感じていただけたら幸いです。文京区立森外記念館コレクション展191516 100年前の外とその時代は4月3日の日曜日まで開催しております。外が生きていた100年前の時代を感じられるコレクション展ぜひ足を運んでみてください。続いて区からのお知らせです。今年も確定申告の時期がやってきました。そこで今日は小石川税務署の斉藤翔太さんに確定申告についてお話を伺います。斉藤さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて最近ではパソコンを使った申告が増えてきているようですね。はい、パソコンを使って国税庁ホームページの確定申告特集ページから確定申告書等作成コーナーへ進んでいただきまして画面の案内に従って入力していけば所得税等の確定申告書を作成することができます。確定申告書等作成コーナーを利用すれば申告書がスムーズに作成できるというわけですね。はい、確定申告書等作成コーナーを利用していただければ入力した金額に誤りがない限り税額が自動計算されますので大変便利です。また今年から確定申告書等作成コーナーに給与所得や公的年金所得のみの方専用の申告書作成画面が新設されました。初めての方でも操作がしやすい画面となっておりますのでぜひご利用ください。それは大変便利ですよね。そして確定申告書等作成コーナーで申告書を作成した後はどのようにすればいいでしょうか。作成した申告書は印刷して税務署へ郵送等により提出していただくか作成したデータをそのまま e-tax を利用して送信することもできます。e-tax を利用して送信する場合には電子証明書の取得等の事前準備が必要となりますが源泉徴収票や医療費の領収書などはそれらの内容を入力して送信することにより添付を省略することができます。また e-tax を利用した還付申告であれば3週間程度でスピーディーに還付されます。税務署へ行かずに申告書が作成できるのは大変便利ですよね。それから個人番号の利用が開始されましたが申告書に個人番号の記載は必要なんでしょうか。所得税等の申告書については来年の平成28年分から個人番号の記載が必要となります。申告納税の期日については所得税及び復興特別所得税贈与税は3月15日個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日となっています。詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくかお近くの税務署までお尋ねください。続いて区が窓口となっている保険事業区民交通障害保険のご案内です。この障害保険は日本国内外問わず自動車や自転車などの交通機関による交通事故に遭ったとき入院や通院治療日数と治療期間に応じて保険金が支払われるというものです。保険に加入できる方は年齢や職業による制限はなく保険開始時点で区内にお住まいの方です。保険期間は4月1日から来年3月31日までです。保険の内容、申し込み方法など詳しくは受付で配布しているリーフレットをご参照の上どうぞお申し込みください。ふみの都ウィークリーニュース、それではまた。